息子が生後9ヶ月です。子育てを懐かしく楽しそうに語っているお姿に感銘を受けています。懐かしいわ。3歳までに1万冊を達成すべく3ヶ月くらい前から絵本を毎日読んでいます。クモンの推薦図書を参考に購入しているのですが、クモンの震度と月齢の目安を教えていただきたいです。今は 5A、4A くらいの絵本を読んでいます。よろしくお願いします。いやそれで全然いいと思いますけど。いや9ヶ月でしょ。はい、お母さん読みたいなとか、もう絵本読んだらいいだけの話なんですよ。字がいっぱいあるのって読みたくないでしょまだ。だからね、あの絵本がこれ面白いこれ面白いと思って、クモンのだから例えばここは、幼稚園レベルなんとかレベルとかあったりするけど、そん全然気にしなくていいので、お母さんがその中から楽しいものをどんどん選んでね、選んでお母さんが楽しいって思って読むと、やっぱ楽しいっていうのがこ気持ちというかね、読み方に出ますよね。お母さんの表情も、これはなんかお母さん私は全然楽しいと思ってないけど、まあなんか推薦図書にあるから読もうとか言って言うのはね、やっぱりねお母さんの心がね出るんですよ口調に。それは子供もやっぱ楽しめないんでね、まあ、小さくて 小さいほどそういうので敏感なんで、お母さんがこれは面白いこれ面白いこれ読んであげたいなっていうのをね、どんどん買って読んだらいいだけの話なんで。でもまあ9ヶ月なんでまだね、なかなか小さいから、例えばこう触って推薦図書にないけど、だから触って遊ぶとかいろいろあったりするんで最近ね、そういうのもね私も結構後々買ったりしたんですけどね、あの指でこうくるくるっと回したらなんか丸が出てきたりとかね、なんかいろいろあるんですよ。でそういうのをね、あの買って読んだらいいじゃないですか。だってちょっと難しい目であって後々読むわけだからいいと思いますけど。